ちは、進藤です。ザ・ソウルの洋服ブラシのご紹介をしたいと思うんですけど、まあ、バリエーションとして一つクロコダイル、エレファント、ボリンカ、ロシアンカーフの復刻のブラウンとボリンカのブラック、4つがあります。クロコダイルはある程度目が揃うように大きなパーツを貼っておりまして、ぐるりにもぐるっと脇の部分を巻いている。ゾウはもう全面に巻いておりまして、クロコダイルもそうなんですけど、ホイールド、こちらはマット仕上げなんですけれども、使っていただければ使っていただくだけゾウはツヤが出ます。ロシアンカーフ、これは最初白いんですけれども、これは中に入っているワックス分が固まっているので使っているうちに取れますし、もしこれが嫌な方は乾いた布でこすいただくとビカッと光った感じになります。どの革も使っていただくと手の油に馴染んで持ったところの色が変わってきて、すごく味が出てあなただけのブラシになりますよということがありまして、滑り止めの意味も込めてレザーを貼っています。このブラシの一番の特性というのは、洋服ブラシというのはホコリを取るために洋服ブラシをかけるんではありません。もちろんホコリを取るという作業もありますけれども、ブラシの一番の機能は洋服の表面上の繊維を整える、整えてあげる。繊維を整えることによって生地の本来のツヤだったり毛玉を取る。毛玉というのはですね、毛が絡まり合ってボールになった状況を毛玉と言いますので、毛玉を取ってしまうと生地だったりニットっていうのは薄くなります。薄くなってはもったいないので、それであれば髪の毛に櫛を溶かしてあげるように、毛玉になった部分にブラシを通してあげることによって絡んだ毛を解きほぐして毛玉を取っていくというような、そういう作業になります。もちろん頑固なものは手でつまんだりで取る必要はあるんですけれども、いわゆる毛玉取りのようにザーッとカットしてしまうと表面が薄くなっていきますので、できればブラシで手入れしていただくのが一番いいと思ってます。まずはですね、ニットウェア、これにブラシをかける。まあ洋服ブラシといえばですね、大体スーツとかにかけると思う方いらっしゃると思うんですけれども、これミドルゲージの飲み屋のエコカシミヤのニットなんですけれども、これはブラシかけていただくといいと思います。どういうふうにするかと言いますとですね、ニットをテーブルの上に置いていただいて、ブラシをグッと当てて、このブラシはですね、洋服を手入れしやすいように、毛玉がほぐれやすいようにブラシの毛の長さを調整してあります。反発力が適度にかかって力がかかりすぎない、負担をかけすぎずに適度な刺激を与えながら溶かしてあげるということで、この長さにしてます。カシミヤで使ってもカシミヤが傷みにくいというようなことでカシミヤ用ブラシとさせていただいてますので、ウールのものに使っていただいても全く問題ございません。このブラシをですね、ここに当てていただいて、力を込めてこう結構な力でギュッと曲げて、ギュッと押してこう表面を整えてあげる。これをニット全体にして一定方向にしてあげることによって、髪の毛を溶かしているような状態になりますので、表面感が平滑になって毛玉ができにくくなって毛玉がほどけていくという、そういう作業になりますので、これはぜひ着終わった後に繰り返していただければと思います。味気ないブラシとは違ってこうやって皮を張ってるというところです。もう一つはですね、スーツジャケット、通常こうやってかけた状態でこうやってブラッシングするのかなというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、これは粗毛であっても防毛であっても一緒です。先ほどのニットと同じです。ブラシをグッと当ててあげて、これも同じように一定方向にかけてあげる。こうすることによってですね、表面上の繊維の乱れが取れます。繊維の乱れが取れることによって毛並みが整って、生地の本来の色ツヤも出てきますし、生地ももちろん毛玉になる可能性があるので、そのあたりがほぐれていきます。生地の毛並みを整えることによって色ツヤっていうのは変わりますし、副次効果としてホコリ等も取れていきますので、ブラシをかけてあげるということと、一晩クローゼットに入れずに外で空気を入れてあげるというようなことを洋服ですれば長持ちすると思いますので、ブラシをですねかける習慣を持っていただければ大切な洋服の寿命が伸びますし、長く愛情を持ってお付き合いできることになると思います。